何やってんだお前は。おはよう。すまないな、足を滑らせてしまった。どう足が滑りゃそうなるんだ。カルテだ、読んどけ。オペの患者か。様子はどうだ、もう終わったのか。ああ、俺の診断した患者だ。極めて良好だよ。そうか。気抜いてんじゃねえ、それなりの事情があるんだ。きっちり頼むぜ。ああ、無論だ。グランマー病だな、問題ない。頸部を切開して選手のみを切除する。選手の数は不明だが、確認して全て摘出しろ。いいな。了解した、術式を開始する。それではオペを開始するぞ。まずは頸部の切開だ。切開ガイドに沿ってメスを当てるんだ。切開完了だ。いちいち納得してんじゃねえよ、ここからが本番だぞ。これか。ああ、焦ることはない、ゆっくり頼むぜ。いいな、途中で中断しても構わないから、ガイドから外れずに切除するんだ。いいぞ、このまま慎重に。よし、一つ目の切除完了だ。次はこいつだな。切除を開始してくれ。なかなかいいじゃないか。よし、二つ目の切除を完了した。なるほど、夕食までには帰れそうだな。次は大物へ行ってみようか。確かにこれは大きいな。手順は変わらねえさ、慎重に確実に。簡単に言ってくれるな。処置を開始するぞ。よし、気を抜かずに行こう。いい調子だな。調子がいい。切除完了だ。これで終わりか。いや、まだだ。置いてけぼりは困るんだ。じゃあ次で最後だ。最後は君だよ。上出来だ。その調子で頼むぜ。いいじゃないか。どうだ、まだありそうか。いや、
やはり今ので最後だな。術野を閉じて終わりにしよう。映像はステープラだ。傷が残らないように頼むぜ。ガイドに合わせて針を打つんだ。ま、分かっていると思うが。残り4カ所、処置を。よし、次です。術式完了だ。いいオペだった。まあ、ざっとこんなもんか。予定よりかなり早かったな。お前がサポートしてくれたからだ。日々感謝しているぞ。へえ、何言っちゃってんだか。まあいいさ、お疲れさんよ。その視線は。いや、そのタバコを透けてしまないのか。お前さ、海に潜るとき酸素マスクがなかったらどうなる。うん、溺れてしまうな。だろ、それと同じだ。俺の酸素マスクだ。ああ、そういうものか。ここで臨時ニュースです。から騒がれていたセオドア・ゲイシーの入国が目前に迫っています。ゲイシー氏はステディハンドテディの異名で呼ばれ、国内外を騒がせている麻薬密輸組織の大物とみられています。現在も空港には入国の拒否を求めるデモ隊が詰めかけるなど。ああ、そうだ、お前この後暇か。帰りにバーでも。って、なんだよ、どこ行ったんだあいつ。相変わらずこの国はバカしかいねえのか。おお、素晴らしき自由の国よってな。また一稼ぎさせてもらうぜ。なんだてめえ。この国で悪事は許さん。覚悟するがいい。悪事？お前の言う悪事ってのはこういうことか。うん、銃とは人を脅すためにあるのではない。はあ？それは人を殺すための道具だと言ったのだ。バケモノかてめえ。おい、なんだ。私を殺したければさっさと撃つべきだったな。お前たち、セオドアは動けば撃つぞ。おい、待てよ、デカブス。これで勝ったつもりか。てめえは町を守ったヒーローってか。笑わせんな。てめえはただの偽善野郎だ。俺と同じクズなんだよ。動くな、セオドー・ゲイシー、お前を逮捕する。あら、おはようございます、カニンガム先生。何かご用ですか？俺を殺す気か？うちの病院にこんな施設はなかったはずだがな。
忙しさにかまけ鍛錬を欠かすは指導不覚の日常においてこそ自らを律し心を鍛えねばなりませんので、はあ、もういい。とにかくニュースを見ろ。ニュースですか。臨時ニュースをお伝えします。先ほど謎の覆面男によって逮捕された麻薬王セオドア・ゲイシーが重体です。ゲイシー氏は搬送中に隠し持っていた麻薬を大量服用し現在も意識不明の重体となっている模様です。セオドア・ゲイシー、麻薬の密輸で儲けた世紀の大バカ野郎だ。10分ほどでここに搬送されてくる。オペですね。ああ、気乗りしねえがな。奴は袋ごと大量の麻薬を飲み込んでる。腹の中で完全に袋が破れちまう前にそいつを回収したい。半蔵、今病理研究が停止されたサンプルをもとに拮抗薬を作っ…ったく、人の話は最後まで聞けってんだよ。足りません。ネクロニウム確認して。お願いします。ヒタリング動作チェック急いでください。トモエはまだなの。すいません。遅れました。半蔵、準備を。承知。うわあんた、いつ来たの。時間がありません。医局長、カンファレンスを。分かってるわよ。カンファレンスを始めるわ。いい。患者はショック症状を起こしてるわ。胃の中に麻薬が漏れ出していることは間違いないでしょう。中がどんな状態になっているかわからないから注意して。承知しました。術式開始します。術式を開始します。了解したわ。患者は劇物を飲み込んでる。ショック症状が出れば致命傷よ。劇物を発見しピンセットで回収します。よろしいですね。ええ、信じてるわよ。やっとおしまい。これは患部が発生しています。処置を完了してから進めましょう。この辺りの処置は完了しましたね。回収の標的を発見しました。回収にはピンセットね。内視鏡にセットしておくわ。異物をつかめましたね。液物を回収したわね。でもおかしいわ。報告より量が少ない。吸収されるには時間が早すぎます。ということは、ええ、おそらくここまでの過程でいくつかに分かれてしまったんだわ。分割した劇物が吸収されればショック症状を起こしてしまいます。すぐに探し出して残りを回収しましょう。本門まで来たわね。劇物はどこかしら。劇物の影響で出血が起こっています。回収と並行して処置しましょう。いけませんね。内壁が傷ついているようです。劇物回収の妨げにもなりますので早めに処置。止血完了ね。次へ移りましょう。これは異物の下に患部。劇物の影響を受けたんだわ。トモエ、処置を。まだ足りないわ。引き続き捜索してちょうだい。出血は止まったわね。次の患部に移りましょう。炎症が発生していますね。いや、まだ患部が隠れていますね。探し出して処置しましょう。血だまりを吸引しました。患部の処置に移ります。まだ対応があるはずだわ。スプレーを使って探しましょう。まだですね。対応に注入する薬剤は分子変異。胃の中は全て探したけど劇物の残りが見当たらないわ。となると消化管内を進み小腸へ進行した可能性がありますね。このまま後を追いましょう。猶予はありません。分かったわ。小腸へ進みながら劇物の影響を受けた患部を処置していきましょう。
幽門へ到達しました。幽門を抜けましたね。ここからはいよいよ省庁です。長官は前導運動をしていますので、壁に触れないよう注意して進めましょう。トリープによる内壁の隆起を確認。進行の妨げになりますね。排除します。スネをかけて切除しましょう。手早く処置お願い。幹部の上でリングが固定されるまで。ポリープを切除したわ。切除した部位はピンセットで回収を。これはポリープですね。スネをかけて切除しましょう。ようやく通れるようになったわね。先へ進みましょう。これはひどい状態ね。今のうちに全て処置しましょう。出血しているわね。血だまりの危険。炎症が発生しています。血だまりを除去したわね。再出血する前に止血しましょう。幹部にリングがかかるようにスネアの位置を調整しましょう。この辺りに幹部はないようです。場所を変えて処置しましょう。消化管の内壁が劇物の影響を受け始めているわ。発生した幹部も処置お願いね。劇物の存在を確認。回収を開始します。いいわ、これで最後ね。注意して回収しましょう。これは異物の下に腫瘍が。やるしかないわ。油断せずに処置してちょうだい。腫瘍部分の隆起を確認しました。メステの切除を開始します。ガイドに沿ってゆっくりメスを入れて腫瘍を切除していくのよ。一段階目の切除に成功しました。このまま処置を進め、二段階目の切除に成功。もう少しですね。三段階目の切除完了しました。あとはスネアの切除だけです。腫瘍部位の剥離を確認。速やかに病巣を回収します。切除痕から出血です。止血処置を行いましょう。病巣の回収に成功しました。腫瘍の処置は完了です。血だまりを吸引しました。幹部の処置に移ります。これで最後です。幹部の処置を終了しました。私たちにできるのはここまでよ。あとは拮抗薬を待ちましょう。ヘイ、トモエ、ナイスオペレーションでだったわ。医局長、オペレーションヌですか。いいのよ、細かいことは。とにかくお疲れさんだったわね。摘出完了しました。よし、拮抗薬はまだ。医局長、なんてことすんの、扉が。すまない。だが拮抗薬をできたのね。おバカ、早くよこしなさい。もう巴、投与するのよ。はい、拮抗薬参ります。聞くのよ。さあ息をしなさい。ほら。よし、聞いたぞ。やったわ、巴。やったのよ。間に合ったんだ。息してるよ、動いてる。
一件落着ですね。本当によかった。やりました。さすが巴先生。感動です。